どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのはファミリーマートさんから発売されているあの東京の名店が監修しているこちらの味噌ラーメンを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介いたしますのはこちらの商品です。東京都にありますサントラさん監修の味噌ラーメンです。炒めた味噌に野菜の甘みを溶け込ませたコクのあるスープに隠し味の山椒を効かせてコシのある熟成縮れ麺が絶妙にマッチする一杯に仕上がっているとのことです。電子レンジで5分温めて完成となります。蓋を開けていますと味噌の香りがふんわりと漂ってきて非常に食欲がそそられます。こちらのラーメンには青ネギ、そしてチャーシュー、肉そぼろ、玉ねぎ、もやし、生姜、メンマがトッピングされています。スープを一口いただきました。濃厚な味噌の風味、そしてコクが感じることができて、そしてほんのりと甘いのがこの味噌ラーメンの特徴だと思います。そして麺を一口いただいてみてもこのスープとよく絡み合っていて美味しくて歯応えがあり、さらにはもちもちとした食感が非常に癖になる縮れ麺です。そしてこの味噌ラーメンにはほのかに香る生姜もやはりいいアクセントとなっております。さすがは北海道のスミレ系の人気店だと思います。さらにトッピングされたチャーシューもいただきますと肉肉しくてスープがよく染み込んでいて美味しいです。歯応え十分でとても食べ応えのあるチャーシューで非常に驚きました。コンビニのチャーシューの中でもとてもクオリティの高い商品だと思います。ぜひこの機にファミリーマートさんに足を運んでいただき、今回紹介したサントラさん監修のこちらの味噌ラーメンをぜひ買って食べてみてください。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!